皆さんこんにちは。皆さんあれですね、いつものメンバーありがとうございます。楽しんでください。ちょっと勉強しようかなと思って、なんかですね、もう明日には届くらしいんですよ、あの Mac mini が。早くないですか？最初のあのキャプチャーボード、ほんと何だったんだってぐらい。ちょっと信じられないんですけど。なんでそんな差があるんだってぐらい。これを置いとこう、コメント用に。こっちでもコメント早いからな。複数の端末に設定したら全部なってビビりました。おお、なるほどね。早いよね。だもしさ、届いてもさ、俺やりようがわかんないじゃん。だったらさ、もう先に勉強しとこうと思って。Mac mini 持ってる人教えてください。わかる人いる？ Mac mini。なんか最初はなんか Mac mini にとテレビでつなげればいいとか言われたんだけど、いや、テレビでつなげられるのと思って。テレビにつなげられるならあれじゃない？あつ森配信できんじゃない？だってテレビの画面にあつ森映せてばっていうのできないのかな。さっきちょうどメールしました。嘘？すごい気が利くね。優しさの塊か？お、中国のファンから。Thank you! ファンファンさん。You Chinese fans! 頑張れ !Thank you! あつ森配信できないの？だってテレビ画面に映るんだからさ、テレビ画面にできる OBS の設定とかないのかな？やっぱキャプチャーボードが必要なのかな？待って！明日キャプチャーボード届くかも。ん？補足程度。だとしたらすげえいいんだけど。秘書じゃないの、秘書じゃない。みんなが同じ、みんなが同じ位置。そういうリーダー的な存在作っちゃダメ。佐々木さんも荷が重くなっちゃうんだよ。気楽にフォローしてくれてるっていう気持ちでやってないと。できないときはだってできないんだよ。あ、ファンファンさん、センキュー。石黒対ファン。ファンのやれる人がやるっていうスタイルだよ。ずっとね、続けてしていかないと、誰かがリーダーみたいな雰囲気になっちゃうと、その人が、最初はいいと思うよ、最初は。ただ、それに対してどんどん、ね。疲れちゃったりするからね。うん、ね、ありがとうございます。あ、先に教えておくとセットアップはプロでも半日がかりなので焦らずゆっくりですよ。嘘。え、この Mac のデータをその iMac mini に移せないの？Mac mini のセットアップ方法やろうか。 Mac mini のセットアップ方法。最初のセッティングなども配信すればアドバイスできるかもです。うーん、Mac のノートパソコンと Mac mini で連動とかできるのかな？セットアップ。仕方できるのかな？
あ、映せるんだ。あ、じゃあこのデータをこっちに移せるんだ。 OK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  タイムマシン機能で外部装置に記録する必要があります。んー OK とは言えないな。ちょっと分かんないな。ちょっと検索して出るんじゃないかな。今何でも YouTube だね。検索するとなんかセットアップ方法みたいな、こうやってこうやってテロップとかって、そういう YouTube ばっかりだね。キーボードを入力。キーボード俺有線なんだけど、キーボード、キーボード有線使えるのかな。石黒さんの家だと UHDD とかないと思うので、そこがネックです。 HDD HDD ってこれ、これ HDD ずっと眠ってたよ。これこれ、これじゃない HDD って。ほら、ここに、ほら、ここに、なんだっけ CD 出んだっけ。 CD どこだっけ。あれ固まった、みんなコメントかな。キーボードは Mac mini に USB ボードあるので、USB ボード2つしかないんだ。ええー。これドライブなんだ。これドライブなんだ。ええー。それ多分ディスク読み取るやつです。ああ。2つしかないんだ、iMac mini。だったら二つしかないってことはさ、マウスのあれとあれで終わりじゃん。マウスも買うべきだったじゃん。あの、なんか、マウス買う？ないっすよ。なんでもかかるね。なんでもかかるね。うんふん。なんでもかからない？ドライブであれば CD-ROM などあれば書き込めるか。 CD-ROM あった気がする。うん、ちょっと見てみれば。へえー、ちょっと待ってね。じゃあその、いや Mac アクセストリー、アクセサリー、この黒いやつか。11,000円。これ買うの、ま、無線のマウスないっす。僕もほんと安いのしかない。ほら、あれ、こう、ほら、こういうのしかない。こう有線ワイヤレスない。これ買うなら、アップルマジックマウス2スペースグレー。これ、あ、在庫切れになってるわ。え、嘘。待って。これ、Mac mini に届いてもできないパターン？あ、シルバーがあった。シルバーあった。Amazon に貼りました。お、ノイズを拾わない方法があった。ええー、そんなのあったんだ。ちょっと後でやってみます。そして、Mac mini 補足。Mac mini の背面。映像出力。ちょっと。USB が2つなだけです。USB ハブ。USB ハブ、まず見よっか。これか。
988円、何でもかからない。これもじゃあ買おう。もう今買おう。今すぐ買う。ファンファンさんのアマゾンギフトで買います。ありがとう、ファンファンさん。ファンファンさんの、あれで買います。レジに進む。この住所に届ける。お急ぎ便、4月28日。日時指定がある、日時指定。4月27日。こっちの方がいいじゃん。なんでお急ぎ便の方が遅いの？なんでお届け日指定無料よりお急ぎ便の方が遅いの？そういうことある？注文確定。まあ、いっか。テレビ割られた人いるんだ。 YouTuber ってお金かかるね。ほんとだね。新しい Mac 入手されたんですか？いや、明日届くんですよ。ん？買ったよもう。え？待って、買わないで。どういうこと？HDMI ケーブル購入必要そうです。HDMI ケーブルいきますか、じゃあ。次 HDMI ケーブル。もう完全に視聴者っていう名のカスタマーサービスセンターになっております。79人の人、ありがとうございます。これで視聴時間が稼げます。嬉しいです。MacBook Air 欲しい。買っちゃいけない派と、買ってほしい派がいるんだね。買っちゃいけない派は、メールください、ちゃんと。こう買ってほしい人はね、ちゃんとメールいただいてるんで。HDMI ケーブルはどれだろう？メールください。今のマウスは Bluetooth なのか？いや、違います。有線です。皆さんの言う通り USB は増やせますから。いやいや、増やせないよ。2個しかないんだもん、Mac mini は。だったら買ってよかったでしょ。HDMI ケーブルをメール内にあります。Amazon リンク。はい。あった。HDMI ケーブル。よし。じゃあこれ買います。カートに入れる。ファンファンさんありがとう。ファンファンさんの顔ね。一個でいいのね。HDMI ケーブル。お、買っちゃいけない派がいますね。メールしますから、ちょっと待ってください。お願いだからって。なんで買っちゃいけないんだろう。ちょっと待ちますか。穏やかに待ちましょう。まあみんな穏やかにいきましょう。まあ俺が動いてるからみんなそうなっちゃうんだよね。ごめんね。もうちょっと待ちますか。じゃあ買うやつは、うん、いいプレゼンですけどね、佐々木さんの。
USB ハブは買ってよかったと思うけどね。うん、全然佐々木さん気にしないでください。みんないろんな意見がありますし。みんな僕のこと思ってなんで。みんなやっぱ YouTube 登録しないですからね。なんでか。YouTube 登録してくれない状態で。ね。寂しいですね。インスタグラムメイン。インスタグラムの人たちはやっぱり、インスタグラムか出ないのかもしれないね。あ、白いやつ使いました。ああ、いいですね。みんな登録がめんどくさいんですよ、多分。でも、なのにじゃあなんでインスタグラムは登録したのってなっちゃうね。USB ハブは YouTube はみんな Mac に刺さってるのよく見るよって。だって俺が今からこれからやろうとしてるのは Mac ミニとモニターだよ。Mac ミニとモニターと、だから、この Mac 自体は使わないよ。結局もう怖い、ゆきりっかさんって人がもう熱くなってるから、もう壊れてるね、どっかってなったから。しぐろさんのプレイリスト作りました。へえ。Bluetooth デバイス持ってないので、僕は USB ハブ買うべきだと思います。持ってないね。HDMI ケーブルを買っちゃダメな理由が僕は難しいね。メール来ないな。モニターは HDMI 接続です。やっぱそうでしょう。どうしようね。止まってますね。アカウントもう一つあったので、こっちで来てみました。お疲れさんです。Wi-Fi でいいよ。Wi-Fi 負荷すごくない？あ、ちなみにこの回線全部 Wi-Fi ですよ。みんなとつなげてんの。HDMI ないとモニターつなげられないだ。みんな。ねえ、HDMI ケーブルなら PS4 やスイッチでも使い回しできるので、個人的にはこれがおすすめです。違う方法があるんでしょうね。まぁ、ちょっと違う話するか。この OBS の、この雑音？雑音が困るんだよね。雑音を拾わない方法。めちゃくちゃいい人じゃない。わかりやす。仕事みんなすごいな。普段ずっと芝居で生きてた人間からしたら。Google アカウントって最近作るの手間かかるようになった気がします。石黒さんが言ったように新しく作って思いました。インスタの方が手早くアカウント作れる気がします。だからだろうね。だからみんな来てくんないのかね。これあれだね。ミキサー系は配信前に設定した方が良さそうだね。ちょっと後で見ますね。
大学生だけど YouTube のアプリ自体インストールしてない友達いた。あ、やっぱそうなんだ。だ飛ばされたら見るけど、それ登録し、ね、してないままずっと見てるってことでしょ？石黒さんは飲みすぎませんでしたか？いや、全然飲んでないですよ。今日、薬局の買い物の予算もあった分、天城府に、センキュー。すごいいい人。ありがとう。送る側が気を使ってるって。もらう側が全然気をつかない。これ普通逆じゃない？あ、来た。あ、ゆきりっかさんから来た。USB ボードの話だったね。HDMI ケーブルがあればつなげるので、USB ボードは使いません。専用ボードがあるので。ただ、キーボードとマウスが USB 接続であれば、USB ボードを使用してしまうので、USB ボードを増やすハブというものがあります。これを買えば、すべてつなげます。ハブ？何ハブ？俺ハブ？沖縄のハブしか知らないよ。沖縄のハブしか知らないよ。昨日みんな白紅知らなかっただろ。俺はハブを知らない。みんな知ってんのか、ハブは。どこのジャパンだ。ハブってなんだい。沖縄のハブ？じゃあマングースだね。マングース等からね。USB ボードを買う前にハブ買った方がいいのかい？もう生きるか死ぬかみたいになっちゃうよ、配信しながら。ハブ、ハブが下にいる。ハブ、ハブがいるよってなるよ。ハブさっき買ったやつ？だ USB ハブで買ったの。あ、俺ボードって言ってた？もしかして、ごめんね。俺が、もう全部悪いのは俺だから。みんな悪くない。みんなは仲良し。みんなは平和。俺だけ戦争。ね？わかった？悪く言うのは俺のことだけど全然大丈夫。俺だ、こういうメンタルだけは強いから。こういう面の皮だけは熱いんだ、俺は。じゃあいいんだよね。じゃあ言った通りにやってれば大丈夫だね。オッケーオッケー。ということで進めてみたいと思います。はい。USB、HDMI ケーブル1個でいいんだよね。ね。はい。HDMI ケーブル、注文完了しました。いやー、どんどん揃ってきますね。ありがたいことに。一週間後にはもういい感じになってるんじゃないでしょうか。みんなで話し合っております。皆さん、ぜひ仲良く話し合ってください。生配信という楽しさを思いつつ、すべて悪いのは、石黒秀夫という全く理解できていない人間だからこその討論になっております。そこを皆さん忘れないでください。論点をずらすなよ。石黒秀夫という全くハブというものをわからない人間だからこその思いやりから来たものでございます。皆さん穏やかにお願いします。まあでも HDMI ケーブルPS4 も買ったし、ま、もしなんかなくなった場合に予備で持ってても大丈夫でしょう。ね。ということで、買いましたよ。
タコ足コンセントの USB 版、ああ、わかりやす。がハブってんだ。超わかりやすいね、マークさん。へえ、よく知ってんね。絶対オペレーターの人が俺と話したらめっちゃ困るだろうね。ハブありますかって。ん？マングースはいないよ。ハブもいないよ。って。こっから？こいつこっから？って思うだろうね。オペレーターの人。マックミニは、マックミニの、え？俺のスペック？マックミニのスペック見せようか？誰かが送ってくれたやつだよ。あ、シャトパンダさん、はい、いただきました。ありがとうございます。昨日の夜と、今日の午前中までにいただいたコード、はい、使わせていただきました。ありがとう。80564。ハブ空港のハブと同じ意味でしょ。ほら、もう分かんない人もいいんだな。モニターも4月28日から4月30日の間に到着予定。LG のモニター楽しみだな。綺麗なんでしょ？これで Mac mini と LG のモニターポンと置けばいいんでしょ？で、つなげばいいんでしょ？ゲームキャプチャーも明日届く。この Mac でできるかやってみようかな。モニター届いてないし。え？待って待って待って。ちょっとみんな集合。一回みんなトークセッション終わり。僕の話聞いて。明日ゲームキャプチャーと Mac mini が届くの。って言葉だよ。ゲーム配信できるんじゃない？サクサク進んでるんですね。いや、もう皆さんのおかげです、マークさん。ここにいるみんながね、僕に教えてくれたんですよ。このゲームキャプチャーができなかったらショックだけどね。これできんの？うんとかはいとかじゃ分かんない。できるよとか言われないと、なんか日本語うんとかはいとかだと何にうんかはいか分かんない。夏子さん、ゼルダ終わって暇だから、スイッチのゼルダやってたの？ああ、まだ俺やってないんですよ。それも配信したいな、ゼルダの配信。お、シードル島子さん。マジですか？できるよね。顔出し配信じゃなくて、声だけでもいいでしょ、熱盛、まず最初は。セッティング大変そう。え、セッティングマジで大変なの？え、自分ちのさ、だスイッチをさ、いつもテレビにつなげるやつがあるの、カチャっていう。それでつなげて、それを US、ゲームキャプチャーにつなげて、Mac mini はどこにつなげんだ？あ、ゲームキャプチャーか。ゲームキャプチャーに Mac mini つなげて、で、テレビに、ゲームキャプチャーかテレビにつなげればいいでしょ？で、全部ゲームキャプチャーを主軸として、スイッチ、Mac mini、テレビで配信できる？セッティングが問題？そういうこと言うんだ。はぁ。みんなそうやって。チャプターボード？え？ゲームキャプチャーボ、何 ?USB ボード、ボードって。USB ボード？で、USB ボード？ん？
ダメなのこれじゃ。できそうだよ、ほら。これ買ったんだよ、これ。これみんなが勧めてくれたやつ。早く届きそうで、みんなが。セッティング配信しましょう。いや、したいね。シードル島子さん。セッティング、主人派遣しますね。いや、マジでしてほしいぐらいだわ。いやー、マジでしてほしい。濃厚接触、不可避だけどね。USB ボードが足らない件は、さっきポチって USB ハブで解決すると思います。なるほどね。セッティング配信すると良さそうですね。値段が高い？高かったのこれ。いや、わかんないよ。そのキャプチャーボードのさ、高さなんかわかんないよ。じゃあ俺も明日あれだ。届いたらもうここで配信すりゃいいんだ。そしたら台湾の人とか、ここにいるウェブデザイナーの人とかいろいろやってくれんの？この Mac で配信しつつ、これとこれとこれで、これテレビ後ろなのよ、俺。で、俺がそれ見つつやればいいの？まあ、ちょっと明日考えよう。でもイメージ的に合ってるって書いてあったから俺なんかできる気がするんだよね、気持ち的に。そしたらあつ森配信明日しようよ。もうずっとするわ。日曜日はもうあつ森配信間違いない。しかし照明いいね。照明でちょっとここ明るいね。まず Mac mini のセッティングが大変なんだもんな。ああ。その前にモニターつなげて Mac のセットアップで半日かな。だからモニターがまだ届かない。やっぱりモニターとつなげて Mac のセットアップがないと自分の家のテレビと Mac mini はつなげらんない？キャプチャーボード通しても。すっごい俺もう今めっちゃ頭使ってる。芝居の脳と全然違うから、もうなんかこんなんなんか言いながら、みたいな。キャピラーボールドってみたいな、なんか。すげえ、普段頭使わないとこ使いながらみんなと会話してるから、ごめんね、言葉遣い悪くて。もうなんか難しいから、マックミンとキャプチャーボールと、テレビなんだけど、モニターがねえと、マックミニはセットアップできねえのかなっていう感じだから。この今持ってるマックで、マックミニの設定はできないの？ん？もうなんか難しい。マックミニだろ、キャプチャーボードだろ、俺もう4日前全然わからなかった。成長したよね、俺ね。ソフトサラダさん、モニター側はつなげばいいだけなので、何も設定はいらないんですが、そのマックミニの PC 側かな？ PC 側の設定があれこれかかるかと。はぁ。佐々木さん、その構成でいけると思いますけど、と設定で設定。その設定でしょ？こういうので設定できないの？こういうので。その Mac mini にこうやって繋げてさ、なんかカチャカチャカチャってできないの？なんかこう、一見今見に来た人、一見見に来た人あれじゃない？俺すごい人みたいじゃない？なんかもう めっちゃインテリ派。なんかこれ持って、これ持って、これ配信して、めっちゃできる人みたい。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、YouTube の配信方法を皆さんに、ここに今テロップある、紹介していきたいと思います。
皆さん、まあ、なかなか今自粛期間中で配信したいけどどうやったらできるんだろう、そういう人たちに僕は分かりやすく教えていきたいと思います。ハブをですね、ハブがあれば何でもできる。ハブさえあれば、つぶつぶ、ハブさえあれば何でも配信できるよ。設定は Mac mini で行ってくださいって。トッツーメガネも返しましたね。みんな受けてる。なんか iPad mini で設定してくださいって言うけどさ、 iPad mini ってす、だからそのこんな銀の塊で設定なんてできないじゃん、この Mac mini。 あ、これほら、これで買ったの、俺買ったのこれだよ、見れる？見れたね。下ろすよ。これで設定ってどうすんの？携帯みたいにこれタッチできないじゃん。この照明みたいにこうやってできないでしょ？後ろでカチャカチャって。なんかつなげて画面見ないと設定できないじゃん。お、ソフトサラダさん、Mac mini にキーボード、マウス、モニター、電源ケーブルをつないで設定してください。要はあれな、明日キャプチャーボード届いても、モニターさえ来てなければ、意味ないってことね。USB、モニターさえ来ないと設定できないんだ。あ、佐々木さんがモニターは家のテレビで代用できましたって。すごいな。絶対じゃあやろう。その代用できる方法を聞きながらやろう。あ、Mac mini は PS4 みたいなもんで、コントローラーかマウスとキーボードでゲーム画面がモニターになります。お、じゃあテレビでできるじゃん、家のテレビで。できるじゃん。楽しみだね、明日。もう明日になんないかな、もう。早くやりたいよ、あつ森配信。ずっとやっちゃうよ、俺、あつ森配信。ちょっとその仕方、あ、できるって。家のテレビの代用の仕方をメールくれたらいいのよな。まきまるさん、本日も寄付しますね。ありがとうございます。カムさん無理だ。先生、イチグロイデオ。イチグロイデオじゃない、ありがとうございます。なんで、ね、自然と自分の名前言う。ナチュラリスト。ありがとうございます。本日も寄付、ありがとうございます。USB ハブっていうのはこういうものです。はい。ゆきりっかさん、メールありがとうございます。こういう系買いました。さっき。ソフトサラダさんの説明わかりやすいです。ありがとうございます。コメントへのメンションの仕方わかんない。メンション、メンション。仕方がわかんないのは、メンション、メンション。テンション、メンション。
私もご飯作らなきゃ。あ、ご飯作る？じゃあもうやめろ、俺も配信。ね。あ、ゆきりっかさんも納得し、買ったんですね。ならなんとかなる。あ、よかったです。明日は仕事だから見れないや。足立さん大丈夫。多分足立さんが帰ってくる頃ぐらいにも、俺は、設定ができないよ。マック見るの設定ができないよ。ってなってるから。もうやだ。俺 YouTuber 無理だよ。って言ったって。それがかっこいい、もうスマートに設定割って。はい、皆さんおはようございます。なんとですね。マックミニの設定、終わりました。いや、まあね、石黒さんっていう存在はね、はい。まあ、簡単だったんですね。まあ、元から機械に強かったっていうのもあるんですけど、まあ、っていう、どっちからね、どっちから、もうできないよっていうか、はい、皆さんできました。どっちか。YouTuber 始めるのも大変ですね。本当だね。今お使いの PC はどう乗り越えたんですか？え、これ？設定なんかしなかったよ、これ。全く記憶ない。え、普通にだって買って、なんかペッ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 って登録して終わりだったよ。これに宿泊した思い出は一切ないぞ。買った時に設定してくれたのかな？あったよね、なんかね、家電で買う時に設定してくれる人。家に来てさ、買ったやつを設定して、はい、設定できました、みたいな。俺、それだったのかな？ 10 年以上前だからな。編集の実現もぜひお願いします。だから編集は本当にね、したいよね。iMovie っていうのでできるみたいだけど。もうちょっとずつちょっとずつだよ。まだ4日目だからね、僕。皆さん。まだ4日目。4日目でここまで来ました。温かく見守ってください。他の芸能人さんたちは皆さんあれです。委託しております。委託してるんですよ。委託していない僕が頑張ってやってる。こういう配信もいいじゃないですか。委託してね。はい、じゃあ動画と作って。はい、じゃああとはお願いします。編集でやってお願いします。っていう。芸能人より、こうやって、どうしたらいいんだよっていう感じの方が、見てる方もね、楽しいんじゃないですか。そういうのも楽しいよね。佐々木さん、ありがとうね。勉強してくれて本当に、石黒のせいだよね。純粋に楽しみたいのにね。仕事もあるの。スイッチとマックの間にチャプターボードか。勉強になる。ゆきりっかさん素敵ですね。いい性格。ゆきりっかさんありがとうね、昨日。甘ギフ。届いてるぜ、画像。ありがとう。今登録者1500人ぐらいです。ただほんと再生時間がね、もうほんとに伸びん。マジで伸びない。どうしたものかっていうぐらい。どういう手順で再生時間にしてんのかが全然わかんない。YouTube の人俺のこと嫌いなのってぐらい伸ばしてくんない。嘘でしょみたいな。YouTube さん俺のこと嫌い？嫌いなの？トランプ大統領も言ってるよ。みんな俺のこと愛してるだろ？嘘だろ？ YouTube 俺のこと愛してないの？嘘だろ？うお、増えてる。よし。公開動画の総再生時間、今なんと、1723時間。みんなありがとう。ありがとう。すごい楽しい。こうやって増えてからすごい楽しい。ああ、ほんと嬉しい。ヒレキになっちゃうかな。
ヒデキン。ずるいわ。YM さんありがとう。Mac でスイッチのゲーム実況を始める方法と必要なものについての解説のサイトをいただきました。ありがとう。折り返しになりますよ、もうそろそろ。4日で折り返しってことは、あと4日？多分、あつ森配信したらもっと見る人増えるから、いけるって。収益化したら、皆さん、一緒に、乾杯しましょう。ね。もうその時は顔出して乾杯ですよ。本当に。俺、YouTube しかないんすよ。みたいになるからね。今のあれは、あれはあれね。あの、サスケね。サスケの人。いや、俺、本当に、YouTube しかないんすよ。っていう。感じでちょっと配信していこうかなと思うんで、ぜひ皆さんお願いします。みんな柔軟に行こうね。柔軟に。YM さん、 YouTube は配信時間や再生回数に不正がないか結構厳しいみたいなので、すぐ伸びない時があるみたいですね。お、そうなんですね。山田さんだ。本当に俺、ずっと人生 YouTube なんですよ。で、YouTube のこのタイトル、こう、僕がこうやって、ここに、ここに、すべてお話ししますみたいな、あの YouTube あるあるね、サムネみたいなやつでしょ？すべてお話しします、こうやって。こうやってみんなまっすぐ立つじゃん。キム・ジョンウンさん亡くなったのかな、本当に。なんか結構もういろんな世界の方で報道し始めたな。怖いな、ミサイル。笑いすぎて子供が起きそうです。笑いすぎだよ、お前ら。どうしようかね。そうだ、これ勉強しよう。今、YM さんからいただいた。で、佐々木さんからいただいたメールは、あの、設定とかあるやんな。ミニ補足、映像出力、こうですよ、こうですよ。光学ドライブ。石黒さんは関係ないかもですが。Mac ミニは光学ドライブがついております。音楽を取り込みたいなどの、外付けの光学ドライブが必要です。あの、光学ドライブ、光学ドライブ、光学ドライブ。君は光学機動隊かな？ん？君は少佐か？ん？俺は少佐でも何でもない。光学機動隊でもない。君は光学機動隊かな？ネットフリックスで新作が発表されました。ちょっとずつ見てるよ。一緒に見たいね。でも著作権がダメだ。一緒に光学機動隊視聴したい。そういうなんかアニメの視聴とかもしたい。実況すんの。こう、そのアニメの実況をしながら、俺がずっと、なんや、なんかこいつ、ああ、すごいすごい、ああ、強い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 みたいな。アニメ好きとの繋がりたい。光学ドライブ、CD やブルーレイなどのディスクを使う、あ、違うんだ。光学起動で、あの、透明のやつじゃないのね。あの、すぐ透明になるやつ。うん、メールに書いてあるじゃない。もう佐々木さんが俺のファンというよりも、俺のできなさにもうイライラしてるという状況が続いております。皆さん、柔軟性ですよ。柔軟性ですって言ってる俺が一番柔軟性じゃない。光学機動隊入りたい？入れるかな、俺。少佐。敵を捕捉した。 OK、 捕まえちゃダメよ。なんでだ。少佐、少佐って言いたいよね。任務にして。少佐、敵を捕まえた。そっちはどうだ。
言ってみて。で、少佐のあの声。通り越して面白い。マーク。マークは何？マークさんなの？それとも、あれなの？マクタさんなの？日本人のマクタさんがマークになったの？セットアップすごい不安。大丈夫だよ。みんないるじゃん。ここに何人いるよ。何人いるよ。93人もいる。93人の人が俺のことをみんなバカにしながら見てる。当たり前だよ。できるに決まってる。CD 取り込みたいとかなのあれば外付けのものを買う必要があります。俺 CD 持ってないからね、大丈夫かもしんない。佐々木先生。大丈夫だよ。もうみんなほんと優しい。チャプチャプ。今日も朝チャプチャプしました。チャプチャプだしによ。あ、今日ね、僕、バーなんですけど、昨日紹介しました銀湯の、お食事の写真がありましたので、それをちょっと、見せられたら見せようと思ってます。で、画像の消し方も分かったんで、OBS の重くならないように。それも踏まえてちょっと、一枚ずつちょっと見せていこうかなと思うので、ラジオに来る方は、石黒バーに来る方10時から、ぜひ皆さん来てください。箱根の良さと、そして、こういうご飯が出てくるんだよっていうちょっと飯テロを、今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、音楽流すの忘れてた今日。ちょっと待って、音楽流してない。ただいま。いやー、いいですね。勉強中だから流さないのかと思った。流したいんですよ、僕。流したい派ですね。照明買ってよかったな。みんなありがとう。少佐のくだり、コメントくんなかったな、みんな。コメントくれてたのかな。誰も無視して会話してるよ。全然証拠が気取って知らないじゃん。みんな無視して楽しんでんじゃん。まあ、幸せだけどね、それはね。うん。幸せはありがとうだよ。いいね、おかわりただいまって。もうみんなで住んじゃう。テラスハウスみたいに。絶対トラブル起きるよ。ちょっとゴミ捨ておかしいんじゃないですか、このゴミ捨て。ちょっとこのゴミ捨て、液漏れてますけど大丈夫ですか？南光室の何々さん大丈夫ですか？台本のセリフを覚えるときに音楽かけるんですか？え？あ、でもね、僕ね、昔から何の音があっても自分に集中できる集中力があるんですよ。それはなぜかというとですね、うちのお兄ちゃんがですね、3人兄弟なんですけど、全員同じ部屋に住んでたんですね。3人兄弟の人分かると思うんですけど、1つの部屋に3人住むって、勉強してる人からすると、もう集中できにくいじゃないですか。でも3人住んでるから同じ部屋に。で、下にいるとお父さんとお母さんがいて、まあ話し合ったりして、
そうなるとですね、3人全員同じ部屋にいると、もうね、1人は勉強してる。1人はもう音楽聴いてる。しかも爆音で。あの時代では、MD の時代では、MD の時代。で、次男がですね、もうほんと爆音で流す反抗期になってたんですよ。ピンクスパイダーをひたすらね、ワンリピートするっていう時代がありましてね、俺と長男はですね、それをひたすら耐えながら勉強してたんです。で、そのうちね、人間ってすごいんですよ。音を入りすぎて、最初はもう脳がパンクするんですけど、何日もそれをやり続けると、一切外側の音が遮断されるんです。その技を僕は覚えました。だから、どんなに音楽かかってようが、渋谷スクランブルの真ん中でセリフを覚えてくれって言ってもようが、もう本当にもう僕、とてつもない、なみなみならぬ集中力っていう、なんかね、ちょっとそういう一つの箱はできましたね。やったごらん、みんなの仕事で。ピンクスパイダーの曲。まあもちろん彼らに何の罪もない。ピンクスパイダーのピンクスパイダーっていう曲があるんだけど、ピンクスパイダーのワンリピート聞きながらやってごらん、爆音で。もう本当に。隣の家から住民から苦情来るのか。石黒さん家の息子さんのあの時間はちょっとって言って親が言うの。よっしゃ。その時反抗期だから、うるせえやうるせえや、俺聞きたいの聞くんだよとか言って。俺って長男が言って。6×14 はみたいな、そんな感じでした、俺は。ずっとピンクスパイダー。すごい集中力ですよ。いやでもね、環境なんですよ。で、その環境があって、その時は本当にひどいなと思ったけど、今思えばあの環境は、もう大人になってからもずっとですよ。急に集中したらもう本当他の音が聞こえない。楽屋でもそうだから、本当に、ああ、いたんですね、みたいな時ある。だからかもね、なんかイベントとかでもみんなと一緒にいた時も、なんかセリフ覚えてくださいって、俺も周りの目気にせずにそれだけに集中できるっていう。電話とかでもあったんですよ。電話で。なんか中野サンプラザだっけな。中野でみんなの前でセリフやってくださいっていうので、事前にね、セリフ用意されてない。だからその場で覚えてやるんだけど、パッて見て、パッと見たらパッと覚えられる。もうみんなの目を気にしないで呼ぶから。だいたい他の人だとみんなやっぱみんなの目気にしてるから、ちょっとこうやって格好つけて。見られてんなと思って、見られてんなと思いながら覚えるから、結局覚えられない。じゃなくて俺も見られてるなっていう思考がないから、もうこれを覚えるっていうシンプルな思考なの。シンプルな思考の上で、はい覚えたっていう芝居の思考になるから、別に見られるっていう感情がないの。別に舞台もそうです。もう見られるって感情がない。お金を払って見に来てくれるっていう人にありがとうの気持ちで芝居をするっていう、いつもこういうシンプルな感情なんで、あんまり緊張しないですね。記憶力もいいのはお父様の遺伝なんでしょう。そうだろうね。うちの親父本当記憶力が良かったからね。本読んで、本の記憶力。ぜひね、皆さんもね、本当にピンクスパイダーワンリピートで、もし、まあ最低1週間。最低1週間は夜7時から夜11時まで。ずっとかけ続けながら仕事してみてください。よくね、アメリカの映画でさ、CIA のさ、人がさ、なんか戦地に行って、誰か捕捉してさ、こうやってさ、繋がれてさ、こうやって、なんか目隠しされてさ、こうやって、言う人でさ、ずっとさ、こうやって、ヘッドホンかけてさ、爆音とか流してさ、頭とかおかしくさせる拷問方法あるじゃん。わかる？映画とか見たことある人いるでしょ？なんか CIA の人がさ、あそこのチェンジのなんかテロリストに対して、こうやって、ほーって。No, no, no, please, please. とか言いながら、俺も全然大丈夫。一切遮断できるかも。全然大丈夫。もうその音というものに対しての遮断能力が半端ないと思う。やっぱ子供の頃の経験はね、必要なんだろうな、その。その罰はね、拷問方法は俺に全く効かない。
それだけは自信ある。よくテレビ見てて、え、これ拷問になるの？うん。その映画見た時いつも、え、これ拷問なの？爆音で流すの？聞こえなきゃさせ、聞こえなくさせればいいじゃん、脳でって思っちゃう。脳って本当に優秀なんだよね。経験によって脳って本当に形変わるんだな。いやでも総再生時間すげえ嬉しいな。急に反映され始めた。じゃあアナリティクスは今どんな感じなんだ。アナリティクス、アナリティクスの総再生時間は今 1952.8。 みんなありがとう。アナリティクスいい感じですよ。人気の動画やっぱ雑談系ですね。あとバーですね。なんか届いた辺もあるし、朗読はやっぱ需要ないのかな。まあでもね、何人かの子供たちは寝てるみたいだから、その何人かの子供たちに用にやろうとは思ってます。はい。グリとグラってなんか喋ってほしいって人いるけど、何だったっけな。グリとグラ、グリとグラだけはね、お母さんが俺に寝かせるときに読んでもらった記憶がある。でもこれ著作権大丈夫なの？めっちゃ褒めるやん。アナリティクスを覚えてる。すごい。ああ、やっぱないな、アナリティクスじゃない、グリとグラ。子供たちの劇作り、グリとグラ。これかな？ああ、違うな。Facebook の人たちだな。幼稚園でやるんだね、グリとグラって。俺、幼稚園ずっと寝てたからな。30になる前俺ずっと寝てたんじゃないの。いや、わかんないね。ちょっとグリとグラ、青年なんとかにある？少年青年、なんか少年青年館。作者が死後70年経ってればいい。うん、著作権だね。ないですね。ダメですって、グリとグラは。はいはいはい。中毒だった。こういう雑音もね、消していかないとね。あっという間の1時間になりましたね。青空文庫で読みやすいやつないのかな。本当にそういう葉っぱのフレディ的な、星の王子様的なやつがいい。心？夏目漱石の心？もう難しいじゃん、漢字で。途中で戸惑っちゃうよ、こういうの。送った青空文庫の画像って見れてました。あ、もう一回送ってもらっていいですか？ごめんなさい。白雪姫、女役やれるかな俺。女役やれる？
うちの息子が入園式寝てました。うん、寝たいんだよね。興味ないんだろうね多分。推しの王子様どうだった？なんかね、みんなね、これ配信見に来てくれてコメントくれるのいいんだけどね、アーカイブ残してコメントないからね、すごいなんかね、人気のない動画に、なんかもうほんと桜みたいないい感じでいいから、最高の回でしたとかコメントください。なんか、その動画に対してコメント。ここにいる99人の皆様、僕にのが残してる動画にコメントお願いします。もしよかったら時間のある時にコメントお願いします。この回の、この時間のこれが面白かったとか。なんかあるじゃん、YouTube ってなんか飛ばし方。この時にこういう、このリアクション好きとか。そういうコメントちょっといただけたら嬉しいでございます。星の王子様とても良かったです。ありがとうございます。ぜひね、そういうのもちょっと皆さん僕すごいお願いばっかりしてますけど、もし本当にいいよっていう人は動画にコメントをお願いいたします。全くないのでちょっと逆に大丈夫っていう多分神経の人思っちゃう。この人人気ないな。まあ人気ないけどね、もともと人気なのにさらに人気でなってもらっちゃうから、ぜひお願いします。バー石黒とかもあった方がいいんですけど、基本もう何でも、どの動画にもコメントお願いします。この時間のこのリアクション、このモノマネ受けるとか、もうなんかその時間となんかコメントあれば、その時間に飛ばせるコメントしてる人いるんですよ。それの仕方俺全然わかんないんですけど、ハッシュタグみたいなもんなんだろうね、なんか。時間の何分秒、モノマネ似てるみたいな。このモノマネ似てないよとか、調子乗ってるとか。もうそういうのでいいからなんかコメントお願いします。そうだね、高評価とコメントをお願いし、高評価とチャンネル登録お願いしますって概要に入れないとダメだね。基本的なこと俺しないね。読み聞かせ、最初の動画の最初トリミングしてインスタに少し貼るとかどうでしょう。いやいや、僕はもうそんな読み聞かせプロじゃないんで、そんなもう遊びでやってるんで大丈夫です。もう気づく人だけ気づけばいいと思って、読み聞かせメインじゃないしね、 YouTubeそっちで広めちゃってもいいよ。この人の YouTube のこれ読み聞かせいいよっていう。宣伝にはいいと思う、そっちの。宣伝してほしい。あと、もしね、僕の YouTube の、ヘッダー？ヘッダーっていうのかな？ Twitter だとヘッダーって言ってたんだけど、なんだっけ？後ろの画像があるのよ。それがね、ないのよ。で、佐々木さんからいただいた読み聞かせの星の王子様の画像はすごく良くて、使わせていただきました。ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。なんかね、アイコンとかもそうなんだけどね、自分よりもね、ちょっと面白いのがいいなと思うんで、中国のファンとかもね、絵描くんだけど、もしよかったらください、画像。僕に合うやつがあったら。ちょっと紅街とかだと、もしかしたら、つぶらやプロの版権っていうので、ちょっと引っかかっちゃうかもしんないんで、石黒秀夫のなんかいい画像っていうのを、ちょっと、こちらに、ないか、こちらに、募集しております。よろしくお願いします。ホーム画面の、なんか、まあ、アイコンでもいいし、アイコン用とか、後ろのヘッダー用。画像だと、なんか画像アップすると、このヘッダーだとこれぐらいしか使えませんね、ヘッダー。そのパソコンの、この。これぐらいの、なんか、あればいいのになっていう画像。あんのよ、YouTube。YouTube 登録してる人、ちょっと見てみて、こういうの。A ね、僕のファン、A 上手い人多いんですよ。なんでか。ぜひね、お願いします。YouTube スクショなんかしてインスタに貼っちゃってもな、面白いでいいんじゃないのな、普通に。この人の YouTube、この人の YouTube かっこいいとかさ、やってくださいよ。それからそのもう、その動画だけをさ、引用、コピーして、それ YouTube で貼ればいいじゃん。そしたらみんな飛べるじゃん、すぐに。
サムネイルじゃなくて、本当にあれだって、ホーム画面、この俺のなんかこういう画像あるじゃん。アイコンの。アイコンと、あと上の、こういうヘッダー。こういうヘッダー。ここにアイコンがあって、ここにアイコンがあって、こうヘッダーが、ヘッダーがあって、アイコンあって、名前があるじゃん。このヘッダー用の画像も欲しい、なんか。細長いサイズの。なんか絵の方が俺いいと思うんだよね。有名な YouTuber の人と見ててもなんかほんと正面だけのやつとかあるけど。かっこいいとか面白い、どちらがいいんですか？いやもうどっちでも。もうその人のセンスで。あ、アッキーさんありがとう、宣伝してくれて。ヘッダー募集お願いします。結構ね、絵うまいファン多いんですよね。バー石黒が一番人気だな。2日目のバー石黒好評ですね。でもよくよく見たら1日1日増えてきてますね、最初の頃より。うん、ちょっとずつですが見てる人が増えてきてます。いいことですね。アナリティクスでした。視聴回数2.1いった。さっき 1.8 だったのに。あ、総再生時間 2353.5 増えたよ。みんな急に400時間増えた。350時間増えた。いつまで募集ですか？いやもういいのあればすぐそれに変える。焦んなくていいよ、作る側も。とりあえず今っていう感じだから、それに合う俺の YouTube っぽいデザインで、ぽいっていうか、まあそちら側の感性でいいけど、俺もあつ森配信しながら待ってるし。いや明日マジであつ森配信したいの、本当に。もう子供たちが待ってんの、俺のあつ森配信するっていうのをずっと待ってんの子供たちが。むしろもう子供たち飽きてるかもしれない、逆にあつ森。絶対飽きてる気がする。石黒さんダメだなって。できればね、ここに本当にモニター置いて、テレビだと俺の顔出しできないから、モニター置いて iPad、iMac mini 置いて、照明と一緒に俺の顔出し配信であつ森やりたいんだよね。絶対その方が見てる側の方が面白いでしょ。あつ森に興味なくても俺のリアクション見て面白いとかね。そういうのやってみたいな。でもそれも届けはできるから、一週間後にはできてんじゃないかな。OBS スタジオ使って。いや、本当に楽しいんだよね。今、一日一日が。自粛生活すげえ楽しい。あつ森ずっと子供が待ってる。ああ、ありがとうね。いや、本当にね、子供たちとつながりたいんですよね。いや、俺結構ね、釣るとき超リアクションするんで、大きいやつとか釣ったときも。うわっつって。一人でも。普通に一人でこうやってやつで。もう振動でけえ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 。おーいってずっと一人でやってる。で、やってないときもずっと。固まってます、ね。一人でずっとシーンと。やっと滑舌が戻ってきました。インスタライブの時はもう全然下回んなくて、どうしたものかと思ったけど。さすがに一週間後やマックミーのセットアップ終わってるだろう。ああ？もう明日はもうマックミーのセットアップを本気でやるよ、もう。ここまでは。ただ朗読はな、星の王子様ぐらいのレベル出したいよね。もうなんかもう気軽にできなくなっちゃった、僕の中で。石黒さんの声が好きだからいいですよって言うけど、なんか、俺さ、バカだからさ、一回何回も練習しないと、まあ本当は朗読って何回も練習してからやったけど、
もうその初見のインスピレーションでやってみたいっていう、なんかその役者としてのなんかその練習になりたいっていうのなんだよね。即興性っていうか感情をすぐつなげてセリフを言うっていう、それもちょっと自分の中で実は鍛えてるんだよね。インスタ見たかった。タートルトークの声の人は小山力也さん。あ、そうなんだ。よー、最高だぜ。今、アマギフを送りました。遅くなって、少なくてすいません。お、来たー。あ、写真とともに一緒にツーショット撮ったやつ。YM さん、ありがとうございます。追加の支援です。お役に立てれば幸いです。実演はありがとうございました。この時の着物、めちゃくちゃかっこよかったです。また余裕できたらお送りしますので。はい、余裕のある方お願いいたします。余裕のある方お願いします。余裕のない方は大丈夫ですよ。ありがとうございます。やっぱり芝居しないと芝居感って腐るじゃん。でもこの朗読で自分のなんか感情を結構練習してたりするから、で配信してこうやってみんなと喋るから滑舌も良くなる。そして自分の感情も出してみんなと一緒に楽しめる。で、自分の中での収益化も目指す。いいこと尽くしなんだよね。石黒をぶっ壊す。あ、ぶっ壊さない。ぶっ壊さない。銀河鉄道の夜ね。銀河鉄道の夜。ちょっともう一回読み直すか。このね、俺このカムパネルラっていうのが言いにくいの。あ、カンパネルラって言えばいいのか。ネルのルをうんって言えばいいのか。カンパネルラが手を挙げました。それから45人手を挙げました。序盤にも手を挙げようとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか出して読んだんでしたが、この頃は序盤にこれね、なんか作品によって違うね。序盤にでいいんだ。序盤にはまるで毎日教室で眠く、本を読む暇もなく読む本もないの。めっちゃある。これちょっとずつだな。12345ってやればいいのな。あ、14147みたいな。12345。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたは分かっているのでしょう。ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネニが前の席から振り返って、ジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました。ドギマギして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることもできませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指ししました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラがやはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよしと言いながら自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょ。これね、先生役やったんですよ、前読み上げるときに。ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれども、いつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだと僕は知っていたのは、もちろん看板にして、それはいつかカンパネルラのお父さんも博士のうちに、お父さんの博士のうちで、それどこでなくっていう、言う？橋でメロス。
走れメロスね。走れメロス。いやもうこれも芝居やん。もうこれ舞台じゃん、走れメロス。あ、お腹なっちゃった。めっちゃ走れメロス。ロージーは答えなかった。メロスは両手でロージーの体を揺さぶって質問を重ねた。ロージーは当たりをはばかる低い声でわずか答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ。悪い心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはいりません。たくさんの人を殺したのか。はい、はじめは王様の、お婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様、それから妹様の巫女様、それから皇后様、それから、うん、これはもう、もうこれはもう舞台だね。これ練習しないとダメだよ、これは。それどこでなく。いや、これでもやったらすごいね。ちゃんと練習してからじゃダメだね、これ。ちゃんと結末しないと。その命が欲しいの。さては王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだ。あ、これ山賊だ。山賊だ、違う。山賊だ。その命が欲しいんだ。さては、王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだ。ぷぷぷぷ、ダメだな。ぷぷぷぷ。カミカミ走れメロスだったらめちゃめちゃ面白いと思う。タラッタラッタラッタって難しいね、朗読。これはもう間違いなく足の足の指にこれで私のメロス彼を取り入れたことさ。いやこれね、声出したいね。朗読だとさ、眠る前のやつだからね。橋でメロスに関してはもうこれ舞台で舞台。もうほんと、近隣住民から苦情来るレベルの芝居したいぐらい。たどり着いた時の芝居とか。殺されるのは私だ!メロスだ!彼を人質にした私は、ここにいる!もっと走りながら。殺されるのは私だ。なんかこんなのさ、朗読寝る前に言えないじゃん。寝て寝ようなと思って、じゃあ今日走れメロス聞こうと思って聞いたら、これはうるせえうるせえって、うるせえぞ石黒メロスって、石黒メロスうるせえって。精一杯に叫びながら、ついに僕のゼルという子の両足にかじりついた。苦しみを止めて、あっぱれ許せと口々にまみいた。セリヌントゥースの脳は歯を越えた。セリヌントゥース、メリスじゃメロスは目に涙を浮かべ言った。私を殴れ、力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。さあ、泣くで。めちゃくちゃ難しいこれ。難しいとかあれね、まず読みをまず調べないとね。そしたらそうじゃないと、星の王様の大会を大海って言っちゃうミスになっちゃうからね。初っ端からの読みミスって、でも、もうやるしかないみたいな、もう生配信したからやるしかないみたいな感じになっちゃう。アイウエオ出版のウルトラマンの絵本シリーズの読み聞かせ聞きたいな。それも著作権ですね。著作権さえなければね、何でも言えるんだけど。イソップ物語、今いただきました。北風と太陽は何？
これ何、これ1ページがあるのこれ。北風と、あ、ぷぷぷぷ北風と太陽の北で噛んじゃった。北風と太陽が一人の旅人を見ています。どうだい、どちらが早くあのコートを脱がすことができるかな。あ、勝負をしないかい。と北風は太陽に北風から始めることになりました。北風は涼しい風を送り、爽やかな気分にさせてコートを脱がせることにしました。が、北風の風は冷たく、旅人は寒くなってマフラーを首に巻きました。今日はやけに風が強いし寒いな。なんでマフラーまでするんだよ。北風はついカッとなり、今度は強い風でマフラーとコートを無理やり吹き飛ばそうとします。うわー寒い、風も強くなったぞ。旅人は帽子を押さえ体をかがめました。これは著作権入んない。これ登録できない。お気に入りの仕方わかる？これお気に入りの仕方ブックマークかな。ブックマーク、このタブをブックマークにするか。え、天岐阜完了メール来てないってことは失敗したのかな。フーレさん来てないですね。さっき送ったんですか。あ、何？ダイレクトメッセージに送った？インスタの。何人かいるんですよ、ダイレクトメッセージに送った人。あ、来てないな。フーレさんごめん、すげえ大変なことになったね。それもう一回できないの、それ。ごめんフーレさん、ごめんなさい。もう本当に申し訳ないです。オードソオーソドックスだけど、日本昔話的なのはどうかな。あれ、みんなコメントしてなくないもん。え、これ見てる？もういないのこれ、もしかして見てる人。え、俺がこれコメント流れてないのか。もう一回これ止めればいいのか。あ、コメント見てないよ、みんな流れてない。皆さん生きてますか？あ、見てる？よかったよかった。え、じゃあこのイソップ物語はちょっと読んどきます。読んどくって、これあの候補に入れてやれるときにやっておきます。ありがとうございます。ん、イソップ物語をどうしたらいいんだこれ。いいか、あ、見てる。
今アイコンの下書き考えてたのでコメントおろそかです。ああ、そういう人いるんだ。嬉しいな。ありがとう。6時半になりました。そろそろ一回配信やめて、次はちょっとラジオ配信をしようと思ってます。ラジオ配信っていうかあれね。バー一周をやりたいと思ってます。次は皆さんとお会いできるのは10時。10時になります。10時になったら皆さん、お時間のある方、皆さん、よろしくお願いいたします。今日もまた皆さんと飲みながら、まだ僕飲んでないので、皆さんから届いたハイボールをその時に飲みたいと思いますので、ぜひ、飲みましょう。イラスト描いてる。ありがとうございます。引き続き、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。